はい、皆さんこんばんは、こうちゃです。僕は今京橋駅に来ているんですが、今回この動画は京阪13000系の最古の編成から最新の編成まで比較してきたということでやっていきたいと思います。今現在の京阪電車の最新の車両っていうのが13000系という車両があるんですけども、で全体的にデビューしたのが2022年 で最新の編成がデビューしたのがこれ2021年ということで、製造年数がおよそ9年もあるということなんですけど、まずは最古の編成が今どこに運転されているのかというと、片野線か内線に活躍しているということ でまずは京橋駅から枚方市まで特急に乗っていきたいと思います。昭和の通勤車独線系で枚方市駅までやってきました。でこの独線系というのは京阪電車の中で両数的にも多い車両なんですね。今でもトップの通勤型車両と呼ばれているような車両となります。で肝心なのは今回の主役となる編成の通勤型車両を見ていくための線路系を確かに見ていきたいと思います。あと13000系のゼロ番台なんですけど、ゼロ番台の方は片野線と宇治線用の車両なんですね。今ですね、回送列車で止まっている電車がゼロ番台の ETT 車になっておりますね。こちらの方はゼロ番台の方の13000系ですね。トップナンバーではないんですけど、最古の編成で比較できると思います。で全体的にこの13000系のデザインなんですが、前面の顔は従来の3000系 で側面はもともと10000系をベースになった車両なんですね。それで従来の3000系の場合は、前面のヘッドライトが3つになっていましたけども、13000系の場合は2つになっているみたいですね。そしてもう一つの違いは急行灯がついているんですけど、今現在は回送列車になっている状態の関係で今一つだけついているということなんですね。で従来の3000系の場合はここ全部がついていたんですけど、急行灯の場合は13000系の場合はここまでになっているみたいですね。でそれで従来の10000系と13000系を比較するとほとんど一緒の部分があったりするんですけど、ドアの部分は3000系とほぼ同じですね。それで方向幕は従来の3000系を意識しているようで、フルカラーの LED になっておりますね。それで肝心なのがこのパンタグラフなんですね。従来の3000系の場合はシングルアームパンタグラフになっているんですけど、最古の編成から最新の20万台の方はこれ下枠交差点になっているというわけなんですね。こちらの京都寄りの先頭車も下枠交差型のパンタグラフになっているようですね。13000系の第6編成がやってきましたね。で先ほど見た第2編成というのが第1編成から第5編成までがこれ2012年製造になっているんですけど、13000系の第6編成がこれ2014年製造になっているんですね。それで京都型の先頭車を見てみますけど、やっぱりこの下が全然違う部分があったりするんですね。で昔までこの第2編成というのが第3編成とつないで8両編成で試験運転がされていたんですけど、今営業運転は本線には立っていないということで、当面ずっと片野線と宇治線で活躍しているのがゼロ番台という編成なんですね。それで第6編成も第2編成と同じく先頭車が貫通口になっているということで、第1編成と第3編成、第5編成と第7編成の場合は、大阪寄りの先頭車が、先ほど見た先頭車と同じ顔になっているということなんですね。で、この編成は第6編成なので、こっちの先頭車が機関通行になっております。これが行きますんだけども、かつ、それ、従来の3000系とほぼ同じですね。
子供たちに人気の1万系トーマス号がやってきましたね。で1万3000系の従来のものはこの1万系をベースになっているということで、側面のところも6000系と7200系とほぼ同じですね。1万3000系ゼロバンダイのトップナンバーが来ましたね。で先ほど見た第2編成というのが京都寄りの先頭車が関東側になっているんですけど、このトップナンバーの編成が大阪寄りの先頭車が貫通できる顔になっているということなんですね。というわけで最後の1万3000系の模様をお送りいたしました。ゼロバンダイの方は全部で7本あっての編成なので、20番台の方も7本製造された編成となっております。この日で2、4、6編成が運用されていましたね。ちょっと申し訳なかったんですけど、車内を紹介するのを忘れてしまいましたね。じゃあ気を取り直してゼロバンダイの方の車内を見ていきたいと思います。中間車の方ですね。で従来の1番系をかなり進化したような通勤型車両となっておりますね。具体的にも京都に近いぐらいの意識しているようなデザインですね。3年系と同じく床のところが京都の石畳をイメージしたデザインですね。で1番3年系は通勤型車両となりますので、まあ、色は緑色になっているということですね。で座席に関しては座面のところと、あと追加の付いての部分は燃え黄色になっていますし、あとここですね、仕切りとあとこの追加のこの部分は墨色になっております。4対3の液晶ディスプレイですね。3台系とほぼ同じですね。以上最古の1万3000系自動バンダイの紹介でした。じゃあこの準急で茅島に向かいたいと思います。20番台の方の1万3000系がやってきましたね。でトップナンバーではないんですけど、最も新しい方の20番台ですね。すぐに発車してしまうということで早速乗っていきたいと思います。20番台の方では最初に導入したのが2014年製造になるんですけど、最も新しい方では2018年製造になっておりますね。液晶ディスプレイは1次車と比べて、0番台の方と比べてみると20番台の方が結構綺麗になっているというところが特徴的です。1番3000系の20番台で森口市駅で降りました。ではこの列車を見送りたいと思います。最後は1万3000系の30万円に乗っていくっていうわけなんですけど、で各駅停車の後の23時46分の区間急行に乗っていくわけですね。でこの23時46分発の区間急行中之島駅っていうのが中之島線の最終電車になっているということなんですね。運が良く6両編成の1万3000系がやってきましたね。こっちは新品の方の1万3000系ですね。
ちは7200系ですね。通勤型車両となっているんですけど、10年以上ぶりの新車両ですかね、13200系の方では。で、20万台がデビューしたのが2014年で、先ほどの7200系の方は1995年かなという感じになります。それで30番台の方の1番3000系というのが、10台は下枠高坂台になっているんですけど、最新の方ではシングルアームパンタグラフを採用されております。最新の1万3000系ですね。床下もまだピカピカに残っておりますね。緊急行の扉が閉まります。ご注意ください。以上、京阪1万3000系の最古の編成から最新の編成まで比較してきたという動画でした。やっぱりこの1万3000系の30番台も、将来的にワンマン運転も採用されているということで、いずれにせよ片野線や内線にも、編成を両数を変えて4両編成にも対応ができるようになっておりますね。で、この1万3000系の30番台は全治5000系での置き換えを進んでいるということで、あと2ヶ月ほどですけど、5000系が見えないのは残りばっかです。残りばっかということなんですけど、5000系の取り寄せでは早めにお願いしたいというふうには思います。ではこの動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。